ロバート・ブレイクはアメリカ合衆国の俳優。ニュージャージー州エセックスグナットリー出身。イタリア系アメリカ人。6歳の時からミッキー・グビト氏名義で子役として西部劇短編映画に出演。1942年からボビー・ブレイク名義となった。軍隊生活の後、ジェフ・コーリーの下で演劇を学び、俳優活動を始める。1967年の映画。 冷血の殺人鬼、ペリー・スミス役で注目されたほか、1970年代に、テレビドラマ、刑事バレッタに、主人公、トニー・バレッタ役で主演、ドラマは、大ヒットし、彼自身も、第27回プライムタイムエミー賞主演団優勝、第33回ゴールデングローブ賞団優勝を受賞するなど高い評価を受けた。2002年4月18日、 2001年5月4日に2番目の妻だったボニーリー・ベイクリーを射殺したとして逮捕・起訴された。2005年3月16日、証拠不十分として無罪評決を受けたが、ベイクリーの3人の威夫子はブレイクが母を殺害したとして民事訴訟を起こした。その裁判の中で彼が嘘の証言をしていたことが発覚。2005年11月18日、 有罪判決を受け、罰金3000万ドルの支払いを命じられた。さらに、刑事裁判での無罪評決の際にかかった、法的手数料、修税、連邦税など300万ドルの借金を背負ったため、2006年2月3日、自己破産を申請した。その後、罰金は半分に減額された。その後、ブレイクはボニーを射殺したのは、彼女と不倫関係にあった。 クリスチャンブランドだとして彼を告発した。これに対しブランドは事件への関与を否定、目秘権を行使したため、真相は不明のままに終わった。ありがとうございます。